いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、はい、ではニュースいきましょう。まずはこのニュースから。高島彩ベストマザー賞に。まあ取りすぎだろお前。食べるな。食べすぎだよお前。なんだお前見え切るみたいな。すごい高島彩の入りも遅いし。ベストマザー賞。不当点。すいませんそうです。不当点大事にしすぎだよ。タイミングが。わかる。はい。すいません。はい。すいません。はい。第8回ベストマザー賞の授賞式が開かれ、うん、文化部門で受賞したフリーアナウンサーの高島彩さんが出席しました。インタビューでは、一つだけ心がけていることがあって、それは陽気な母でいることです、うん、お母さんの機嫌が良ければ家庭がうまくいくんじゃないかなと信じているので、基本的にはなんとかなるさ、ケセラセラでニコニコしながら過ごしておりますと持論を展開しました。その他、芸能部門で女優の長作ひろみさん、音楽部門で歌手の渡瀬真希さん、スポーツ部門でカーリングの小笠原あゆみさん、文芸部門で育児漫画家絵本作家の高野優さんが受賞しました。これ、何の文句もないんだよ別に、何の、これ誰が取ろうと俺には関係ないことだから、だって俺はお母さんになれないんだから、そうですね、寂しいかな俺はお母さんになれないんだからね、お姉かよ、あつこさんとかが言うやつじゃないんだよ、そうですね、そうなんだよ、ママになれないですからね、いや、これはでもさ、誰が見たの、うん、監視してんの誰かが。ベストマザーそのミシュランみたいにさ、覆面調査員がさ、ご家庭にこそーっと行って覗いてさ、はい、掃除3、はい、DV なし、はい、ご主人への愛、はい、5とかさ、押し付けてるわけ、押し付けてんのかじゃなきゃ、だってどうやって決めてんだこんなもん。確かに高島彩さんがお子さんを育ててるところなんて俺見たことないぞ、おっぱいやってるところも、おっぱい飲みたいのって言ってるところ見たことないよ。江戸さんのやつも、江戸晴美さんのやつも、高島彩美さんのやつも、もうイメージでしかないでしょね。イメージでしかないの、うん、じゃないですか。そのやっぱ監視はしてないですよね。だったらちょっとこれは良くないな。おっぱいのとこ見れないですからね。良くなくないと思うけど、いやそれだけやっぱりだったらもっとやっぱりこれちょっとなんか、おかしいんじゃない。調査するべきってことですか。調査するべきよもっと。でも見られてるやじゃないですか。おっぱいあげてるとこ見られてないでしょ。そうでしょ、はあ、そうでしょってなんですか。いやだからこうやって本当にがほら世に出てない人たちもいるわけじゃない、ああいるいるいる、ベストマザー、本当マザーね。インドのインドのさ、バラナシ地区で本当に5人の子さん育てて、インドのサリーをね、ちょっと子供の服を買うために自分のサリーはちょっと、去年のデザインのやつだけどって頑張ってるインド人のお母さんもいるわけじゃない。でもその人選ばれたって俺たち何か分かんなくないですか。でベストマザーですね。ベストマザーそう、ベストマザーだわ。ベストマザーだからそれが。そんなの世界考えたらもう星のように言いますから。いやそうよ、だから、はい、だから俺は、お前罠にはまったな、今年のベストマザー賞は、世界中の全てのお母さんです。やっスネイナイツドリーマーLive on air。 さあ引き続き、いやさっきの決まったね、でも世界中のお母さん喜んでるよ、高島彩さんももちろんベストマザー賞だって言ってるよ、高島さんだけじゃないっていうことよ、インドのお母さんも高島彩さんも、うちのおふくろも、次の奥さんも、次のお母さんも、みんなベストマザーだって言ってるんだよ。お前、西織のお母さん以外な。なんでですか。西織のお母さんはもうバッドマザー賞。バッドマザー賞、世界で唯一のバッドマザー賞。いい母ちゃんですよ、素朴な。こんな子供しか育てられなかったんだから、バッドマザー賞。俺見てるやついっぱいいますよ。だからバッドマザーいるんですよ、じゃあ。俺みたいなやついっぱいいるよ、中で。ニュース、続いてニュースにしたいと思います。続いてはこのニュースです。サムラゴーチ騒動が映画化。実写で、ね。
どっち、サムラコーチ守さんのゴーストライター騒動がドキュメンタリーとして映画化されることがわかりました。また何でも映画化なら、え、これがサムラコーチさんが T シャツにくっついてんの、はい、違うわ。そう、ピョキチ的な感じじゃないですわけわかんないよ、T シャツにくっついてたら、はい、複数の関係者によると撮影は去年11月頃から、都内や関東近郊などで極秘で進められているとのことです。サムラコーチ氏本人へのインタビューや関係者への取材も同時に行われており、取材や撮影の範囲や期間がどこまで広がるかなど詳細は不明です。なるほど、ドキュメントで ね、はい、なるほどなるほど、それは分かるわ。ドキュメントか、なるほどなるほど、違うのか。サムラコーチさん役誰かなっていう話もあるなと思ってたけど、これもドキュメントです。サムラコーチさん役でもどうせあの人がやるんだろう、役所広司さんが。ああ、でも名優だから大体もう結構もう4大作はやっぱりああいうしっかりした人、はい、じゃあ荒垣さん誰やるんですかね。荒垣さん元藤さんでいいよ、元藤さん元藤さんでいいよ。ちょっとバラエティー色がいや、ご本人でもいいし別にご本人ご本人よく出てるな。確かに出てますね。 CM までやってんじゃん、ブレイクしましたね。なあ、すごいな。サムラコーチさん、そうか、誰がいい。まあそうだね、役所広司さんとかでいいんじゃない。上島さんも似てるって言われましたね。リュウさんもそうだ、リュウさんとか竹山さんとかも似てるって話だもん。でもそれ実写じゃない、実写はドキュメンタリーだよ、でもそれこれ楽しみだな。ドキュメンタリーだったらちゃんともう、だってそれこそ耳に不自由はないわけでしょ、うん、だってそれ嘘ついてた、ね、うん、はい、ね、やんでしょ全部、はい、どうしてですかとかいうのも、どっから嘘つき出したかとかもね、うん、そうだよ、うん、結構まあ結構気になる映画っちゃ映画だな。突っ込んでくれるのかな、ちゃんと、まあ、いやそりゃ突っ込まないと、うん、そりゃあ、そっか、見た人腹立つか、うん、あやふやにはしないじゃないよ。ああ、そうっすね、うん、だからこれもだからこれ誰、あの A とか撮った森さんかな、森さんとか撮ったよくわかんないけど、森監督とか、あ、確かになんか宗教絡みね、ね、そうですね、そんなんだよね、うん、オウムのやつ撮った人とかでしょ、うん、はい、そうですね。だからこれサムラコーチさんのドキュメント撮った後はちょっと太田プロのドキュメント撮ってほしいよ。杉にインタビューしてさ、袖の番人の杉に、どうして袖に座るようになったんですかいや、ちょっとそれは言いませんみたいな。こう面白いんですか、僕の酒井君になんか切れたのあれ何だったんですか、あの事件の真相。俺らじゃやっぱり聞き出せないからさ、そこまでちょっと、ね、やっぱ森監督ぐらいにやっぱ杉の真実をちょっと取ってほしいよ、ね、いやだ、森監督が OK なら全然いいですよ。いや森監督受けて立つじゃねえんだよ題材が小さすぎるんだよバカがよ、なんてお願いすんだよなんてお願いすんだよ袖の件でお願いす袖の件じゃないんだいい加減しろ本当に。